はい、どうもみなさん、こんにちは。6月13日か。木曜日、動画撮っていきたいと思います。あ、13じゃない、14だ。すいません。まあこれね、火曜日かな？昨日かなんかにね、トミックスのやつ製品化出てたんですよ、一部。昨日っすね。で、トミーテックの方からもね、一部製品化発表出てたんで、今回はね、まあちょっとお知らせしていきたいと思います。で、加藤の方がね、まあ6月1日の金曜日かなんかに、なんだっけな。新しい、ホームと、313系かな？2両セットのリニューアル出てたんですけど、なんか追加でね、なんだっけな、あれ。七つ星か、九州の。あれがなんか出てたみたいなんですけど、七つ星に関してはね、まあ、多分皆さん知ってると思うんでね、ちょっと省略しますんで、ごめんなさい。で、今回はね、新しい九州の、九州じゃねえや。トミックスからのね、製品発表だけお伝えしたいと思います。まずね、トミックスの発売。まあ、10月から11月度になっております。10月、まあ、白鷺の新塗装の、セット版。まあ、確かね、いつだっけな、先月か先々月あたりに、国鉄色のバージョンが出てたんで、まあ、しかも限定品も、今じゃもうプレミア価格結構ついてるんで、リニューアルされるのかなと思ったら、まあ一応リニューアルされるみたいです。おそらくハイグレード仕様になるのかな、やっぱり。ただ今回これがちょっと限定品のマークつくの、ついてないみたいなんで。まあそこがあれなんですけど。で、11月、ランテックのコンテナが2個入り。で、四季島の通常品、限定品と通常品。そしてキハ48シリーズから、五能線が出るみたいですね。更新車の。まあ五能線も秋田の方、秋田？青森か。なんだっけな。なんだこ、どこだっけな。オロモンが、五能線ってことは、どこ走ってるかけど、なんか駅名が出てこなくなっちゃった。なんだっけな。今あるかどうかがね、ウエスパ椿山だっけ？なんかもう何年ぐらいか前に西村京太郎でやってたはずなんですけど。蜃気楼ダイヤ。懐かしいね、あれ。で、まあ、こっちはね、出るみたいです。E231 系の3000番台8号線と E231 系の、転属車かな、おそらく。武蔵野線が出ますと。で、まあ問題はこれなんですよね。製品番号98635、失礼、653、654、655。昔のね、253系の成田エクスプレス6期3期3増と。確かにね、トミックスもね、ずいぶん前にね、成田エクスプレスって出したんですよ。でもね、もうずいぶん前なんですよ。で、今回はね、まあ、初めてのね、6両セット化なんで、しかも加藤のですらね、今だいたい1万6000円ぐらいするのかな？成田エクスプレスだと。だ結構ね、今回これまあ注目されるのかなと思います。ただちょっと四季島とかもね、一気にあるんで、まあ俺はいや、まあ俺がもし買うとしたらね、八高線の方は、加藤の方で予約しちゃってるんで、まあ、E231 系の武蔵野線は、まあ加藤から出るとは思うんですけど、そのうち。まだちょっと出てないんでね。まあそれになんだっけな。209系の3000番台か、3500番台だっけ？あ、じゃあ3000番台はそっか、あれか、景品特選買おうか。だから209系の3500番台の、白仮面の8号線とかもまだ出てないんで、もしかしたらそれと一緒にね、武蔵野線も出る可能性もなきにしてはあらずなと思うんで、まあ、そこはちょっと駆け引きだと思うんですけども。まあ、おそらくは出ると思うんですよね、個人的に見ても。まあ、なんだっけな、今年のいつか忘れちゃったんですけど、今年か去年か忘れちゃったんですけど、総武線のね、209系の500番台が新しくなった時に、まあ、武蔵野線も出てるんで、まあ、そうなってくるとね、まあ、あとあれか、8月か9月、8月かな？まあ、来月、8月か9月発売予定で、まあ、一応205系のね、左派が大窓の、武蔵野線もね、出すんで、まあもしかすると来月あたりか、まあもうちょっとしたらか、もうちょっとかかるかもしれないですけど、まあ、209系もね、悪くはないと思うんですけどね。209系の8号線と、この E231 系の機器更新車、まあ転属車っていうべきか。まあちょっとね、気になるところではございます。まあ、ただ一個だけ面白いのがね、白鷺が本当に限定品じゃなくて一般流通品っていうのは、まあ意外なんですよね、本当に。これだけは。
まあ、とりあえずね、PDF 情報も出てるんで、まあ、ちょっと見ていきたいと思います。で、H1 ゲージが9月に出るみたいです。EF71 型。これに関しては俺関係ない。ね。とりあえず、まずメーカーの、説明の方から軽くいきましょうかね。なぜか地方競馬ライブがついてる。まず、敷島。実写図面、実写数を元に追記したリアリティと。で、なんか、どっかのあた、なんかどっかの会社との共同開発の新型モーター搭載か。で、密着連結機のデザインを模した通電化プロ新規設計。ただね、加藤の敷島がね、おそらく4万ぐらいだったと思うんですよ、定価が。で、今回ね、5万するんですよ、約。で、そこがちょっとね、どうなのかなっていうのが、ちょっとまあ1個あるんですよね、個人的に。で、まあ、初代成田エキスプレス。まあ、トミックス初の製品化でね。まあ、こっちもハイグレードになるんだ、やっぱり。もう引退して8年経ってんだ。車内が、更新改造される前の姿を再現。つまり更新改造されたんだ。トイレタンクは別パーツ再現、JR マーキン済み、ネックスグリーンカーのロゴ印刷済み。アンテナ別、車番は選択肢、転写シート、基本セット AB に付属しますと。ヘッドテールライト標識と電球色 LED による点灯、上点灯基板、オンスイッチ付き。で、T のカプラ SP、シフィズム装備と。まあ、ここだけは変えてきたみたいですね。俺も詳しく覚えてないんで申し訳ないですけども、昔の成田エクスプレスってなんか中間車のカプラーが違ったんだっけ？なんだっけ？そのままだっけ？なんか俺もあんまり覚えてないですけど。まあでも今回ね、初の6両セット化。まあこれはいいんじゃないですかね。ちなみに、モハ253、100番台、モハ252、サハ250、新規製作と。で、黒253は、一人分けシートを再現しますと。基本セット B、造形セットについた、3両編成と。黒250平は一人掛け、二人掛けを、千鳥配置したシートを再現。で、昔のやつは品番中心、まあ生産中心。まあこれは当たり前でしょうね。てか、トミックス92051って何年のやつだ？俺が持ってるトミックスの方がね、おそらく15年とか6年だと思うけど、まだ姉に乗ってたんですよ。もうちょっと前かもしれないですけど。ちょっと調べましょうかね。昔の古いやつ出てくるか。トミックス92051。出てきましたね。詳しいホームページのやつは出てこないんですけど、まあ、やっぱり確かに3期3増だったみたいですね、昔のやつ。あ、昔はちゃんとしたまだ密令あったんだ、この時。そっか、ツバメだけか、あの時違ったの。どこだっけな、なんかホームページねえかな。まあ、これほんといつの製品なんですかね。俺もちょっと覚えてはないんですけど、もうおそらく10年以上前だと思うんですよ、こっちも。まあ、でも本当にね、なんだろうな。まあ、加藤から出てんのが確かね、6両セットっていうのかな。サンタスさんの、まあ、今回で3機3増連結した、6両セットが、182番ぐらいで出て、で、加藤から確か408番と、409番でもね、まあ出てるんですよ、253系。だとしても、もうそれこそ今なんか本当に、まあ若干のプリムが出て、まあ大体6両セットの方で、俺の記憶だと1万6000ぐらいしたんですよ。1万8000とか今は。いくらだろう。まあ大体6両で1万6000ぐらいか。そう考えると、まあちなみにフルセット買った場合は、いくらだ？ 35、36の約37か。あ、じゃ47か。まあ約、フルセット全部買った場合には定価で4万7千円。って考えるとちょっと高いんですよね。まあ HG なんでしょうがないかもしれないですけど。あんたじゃん。まあそこがネックかもしれないんですけど、
あ、でも俺は、加藤のやつが、まあ、15両持ってるんで、まあ、今回はこれ見送ろうかな、個人的に。まあ、しかもこれ、買うとしたらね、簡単なセットじゃ済まないんですよ。俺もこれあんまり覚えてないんですけど、品川新宿方面から来る、成田エクスプレスは、まあ、6両でよかったんですけど、横浜方面がね、このサンタス3とか、まあ、6両セットとかあるんで、最悪基本セットを2つ買って、造結と、基本セット1個ずつみたいな。ちょっとめんどくさいやり方もあるんですよね。ここ見りゃ分かると思うんですけど。まあ、12号車から10号車と9から、7号車。まあ、プラス6両貫通と、もう1個6両貫通と6両貫通の2セットみたいな。ね、結構ユニークなんですよね、本当にナイトエクスプレスって。ちなみに列車によりやっぱり、6号車に、東京、新宿、池袋間と、横浜間は単独で運転されてました。まあ、そうですね。やっぱりそうなんですよね。横浜方面からのが、サンタスさんもあれば、まあ、貫通もありますと。なぜかあれなんですよね。新宿方面から来るやつは分割編成ってなかったんですよね。まあ、俺もちょっと知らないんで申し訳ないですけど。そしてキハ48、500番台の、えー、50、えー、失礼、40番台の5能線と。東の城から川辺でいいのかな？黄金線の秋田、東の城。広崎、青森間で活躍しますと。雨どい外付けのタイプかな。セットに関しては雨どいが内蔵されている姿か。で、40番台に関しては、失礼、40型の500番台に関しては外付けの姿を再現しますと。そしてランテックのコンテナと。まあ、2個で1200円って考えると、まあ、扱いとしては3個で1800円なんで、まあ、そう考えると、まあまあか。まあ、大体確かほがらか堂からも出てると思うんですけど、大体ほがらか堂のが3個で2400円かな、確か。だからそう考えると、まあ、2400円だと4個買えるんで、まあ、安いっちゃ安いですよね、うっすら。そして、貴公子院で転属された、委員選手系と。これ、ちなみにシャワンはどうなってんだ？床下貴公子院された姿を新規制作。強化型スカート、側面グリーンガラス再現、全面ガラス全面表示部印刷済み。交換用全面ガラスとそのシールを付属。平行き列車のセンター信号印鑑、別付属。ヘッドライト上点灯基板白色 LED、運転台側の南カプラ装備。ライフオイル付き動力、新終電、国際連載用途。ちょっとあれだね、シャバンがどうなるか気になるけど、まあおそらくインデタでしょう。どうなるのかな。そして8号線の方。こちらもね、貴公子にされた姿を再現。強化型、側面のグリーンガラス再現。ドアスイッチ印刷済み、ありがたいですね。で、全面ガラス、全面表示部印刷済みとシール付属。で、ガラスも付属しますと。で、列車無線アンテナ信号機か別パーツ、ヘッドデライト、上点灯基板、先頭運転台、ダミーカプラ等々と。で、白鷺と。まあ、ハイグレードでも一般流通品だから、まあ、しばらく、まあ、しばらくというか、まあ、2、3年したら再生産の見込みは出ると思うんですけど、まあ、もうちょっとかかるかもしれないですけど。まあ、それでも、旧製品のね、白鷺が、まあ、めちゃくちゃ人気なんですよ。出るかな。もう人気でそれもねえかな。あ、ないっすね。ちょっとねえ。なんか、俺もね、欲しいなーって思った時あったんですけど、なんか限定品っぽかったんで、あの時って確かあれかな。古いやつってか、1個しかなかったんだっけ、基本セットって確か。違ったっけ？俺もちょっといつか覚えてないけど、なんか確かに見たことあるんですよ。前は限定品だったのが。今回は、黒が入ってる基本セット A と、黒が入ってない方の B かな。で、あと3両セットの C と。合ってるよね。セット A はクハか。そうですね。B が黒っすね。あ、どっちだっけ？あ、黒はあれか。やっぱ2種類あるのか、黒って。俺もちょっとあんまり詳しいことしてないんで面白いですけど。まずセット A について、あ、そうです。共通、全部いきます。2001年から3年の、新塗装の姿を再現。
1号のは黒色、車番、選択式と。で、JR グリーンマーク、グリーンカーマーク印刷済み、ヘッドテライト、トレインマーク、電球色 LED。トレインマークは印刷済みで白鷺、トレインマークはカラープリズムの採用で着色に近い色で点灯しますと。そして、モハは AU1371 クーラー搭載車の姿を再現。フライホイール付き、TN カップら SP 標準装備しますと。まあ、それはハイグレードなんで当たり前ですと。そして、クハ481、200番台、15車ですね。あ、して15車じゃねえ。クハ481？クハ481、200番台ってどういうことだ？ 300 番台じゃねえ。これ多分、あ、こっちか。7号車のか。200番台ですね。失礼しました。電練の、ある姿を再現しますと。で、サハ400-600はモハを電装解除したやりでパンタグラフを撤去された、AU71 を装備したまま特徴の姿を再現。おお、これ面白いね。これか。あ、4号車か。へぇー。そしてセットビーについては電練のない姿。で、黒2351は、クハ489を改造して装備したやりで、シート配置が1たす2配置とされた姿を再現しますと。で、サハ481はサラを改造して装備したので、外観はサラそのままが、シートは普通車と同じ姿を再現。へえ、面白そうだね。で、各車両先頭車オンオフスイッチ付き。あ、で、あれですね。黒はないけど、クハの、黒のこっちだけのオンオフスイッチあるみたいですね。別に黒にオンオフスイッチあってもいらねえと思うんだけど、個人的に。そして3両セット。クモハ485200番では電練付きの姿を再現し、屋根を塗装し、201、203番の姿を再現します。で、オンオフスイッチ付き。で、あれか、まあ、一応、10両セットが再現できる A と C と、7両1本の B セットか。名古屋はグラウンド温泉、富山か。まあ、でも、まあ、値段が高いですよね、いかんせん。フルで買うといくらだ？52の、まあ、約6な、66か。まあ、そう考えると、まあ、多分おそらく今回の一番人気は白鷺だと思うんですよ、個人的に。まあ、やっぱり古いやつ持ってない人はね、欲しいと思うんで、こっちを。だから、まあ、白鷺一番人気になって、で、まあ、あとは、成田エキスプレスがどこまで売れるか。多分これだと思うんですよ、俺の個人的な見た目は。で、まあ、四季島もどうなるか。まあ、でも四季島加藤からの後出しじゃんけんなんで、まあ、あれだとは思うんですけども。で、ちょっと微妙なのが、武蔵野線なんですよね。まあ、209系を加藤が、ずいぶん前に発売してるんで、基本的に、209も、E231 系も、顔面いじんなくて済むんですよ。まあちょっと顔面、まあ顔面いじんなくていいっすか。まあ塗装変えて、あと前面のなんていうの、顔を、まあ白から銀色に塗り替えただけなんで、完全にフルスクラッチではないんで、意外と簡単なんですよね、やると思えば。だから加藤から出るのを待つか、今トミックスで予約しちゃうか。ちょっと待って、加藤から出た武蔵野線っていくらだっけ？ 俺もちょっと覚えてないんですよね、すいません。ちょっと今出しましょうかね。加藤から出た武蔵野線が、確かね、1万ね、いくらだっけな、8000円ぐらいだったと思うんですよ。ああ、結構安いなーと思って、これあの時総武線と一緒に買っちゃったんで、そんなにね、高くはなかったんですよ。2万は超えてなかった気がするな。俺の記憶だと。しかも発売されたの去年の6月っすね。で、俺がちょうどあれか YouTube やり始めて、あとか。あれ動画で紹介したっけな、俺。8両セットで定価は、そうですね、1万8000円ですね。だから、2、3000円高いんですよね。トミックスのが全体的に。で、ちなみに8号線の方も俺予約したんですけど、確かね、ポポン出たら俺予約したんで、早期予約聞いて、1万円しなかったんですよ。で、これまあ、定価が1万4000円なんで、まあ、普通の2割引きでも1万1000円超えるんで、1万1200円から、700円引かれると、
まあ、1万500円なんで、まあ、1万円超えるんで、ちょっと高いんですよね。まあ、やっぱり、トミックスの方が。まあ、でも、なんつうのかな。加藤の方がね、こういうのすごいところって、所属表記がちゃんと出るんですよね。例えば、この八高線の例でいくと、どこになるんだっけ、今。あれか所属表記どこだっけ、南フリアだから、どうなんだろう。大宮市やじゃねえ、どうなるんだ、所属表記としても。川越の、どう表記されるんだろう。ちょっと俺そこわかんないんで、ちょっと申し訳ないですけども。八高線、加藤からの定価12,600円なんで、まあ、こっちもちょっと高いんだよね。で、加藤の方は、まあ、プロトタイプが、2番目の編成にしたのか。川42編成プロトタイプと。で、屋根上クーラーは側面枠が FRP 製の AU725 クーラーを装備と。で、銀色の前面に FRP カバーを再現し、強化スカートとホーム検知装置を再現してますと。これに関してはね、まあ、記載がないんですよね。ホーム検知動向的な。前面のね、だいたいね、下の方についてボコッとしたやつ。古い武蔵野線も、新しい武蔵野線持ってくればすぐわかるんですけど、ちょっと待って。あるかな？まあ、おそらく再現されると思うんですけど、どうなのかな？まあ、なんだっけな。なんだっけな。ずいぶん前に、加藤がね、一番最初に出したのが、確か E231 系の上野東京ラインの常磐線なんですよ。で、トミックスもね、あの時出したんですけど、俺、加藤線買ってちゃってたんで、ちょっとトミックススルーしたんで、トミックスのね、常磐線がちょっとどういう評価か俺、わかんないんで、ちょっと申し訳ないですけども。今回ちょっとどうなのかな？まあ、ちょっと個人的に気になるんですけどね。まあ、でもおそらくやっぱり白鷺が売れて、成田駅スペースが売れて、まあ、敷島どうなるかってところじゃないですかね。まあ、一応これね、冬のボーナス目標の10月、11月予定なんで、まあ、遅れても12月ぐらいか。だからまあ、来月の製品化発表で、まあ、冬のボーナス、ダッシュみたいなのがあると思うんで、まあ、ちょっと面白いところだと思うんですけど。で、その他、鉄コレ、バスコレの方行きましょうかね。鉄コレ、札幌市交通局の250型の、ラッピング車出るみたいですね。路面電車100周年記念と、253のシングルアーム車。そして西日本鉄道から、3000型旅と、ご利用セットが出るみたいです。その他、静岡鉄道、これなんて言うんだ、バリアントオレンジ色でいいのかな、ブリリアント、どっちだ、バリアント、ブリリアント、おそらくブリリアントでいいと思うんですけど、まあ、みかんをモチーフにしたカラーが出ますと。そして、バスコレか。鉄コレになるんだ。トロリーバスが出ますと。そしてザ・ドラッグコレクションからランテック大型ドラッグセット。で、おそらくコンテナは脱着式かな。できるんだよな、おそらく。ちなみにコンテナは UF43A 39,000型か。そうなると、今回出るランテックのコンテナと同車種になるのかな？ UF43A 39,000型。違うやつか。まあ、じゃあいいんじゃないですかね。個人的に両方買っても。俺は買わないですけど。そして、ザ・トラックコレクションからランテックの、あ、これいったか。ぐらいかな？ぐらいしかね。そうですね。これ西日本系ですね。で、まあ、ちょっと気になるところを見ていきましょうかね。まあ、ちょっと白鷺見てみましょうかね。今から44年、まあ、54年前にデビューか。で、2003年まで485系と予定されてましたと。1997年から、国鉄色変更し、その4年後に変更か。たった4年で塗装変更もなんかちょっとあれだね、もったいないけどね。で、黒に481、21551は唯一の非パノラマグリーン車と。で、電練を装備しないため、付属編成と並行運転を行わず、まあ、7両単独運転と。そしてこちらが、ハイグレでしょ、もうあるか別のやつかな。B でこっちがあるか、電練ないやつか。で、こっちが電練あるやつか。なんだっけな、サハ481が面白いやつか。そうですね、面白いですね。
まあでも、ありかなしかつってあれだけど、まあ俺この塗装嫌いだけど、まあおそらくうちの大蔵大臣から認可落ちないですよね、これ。まあおそらく落ちないと思うんでしょうがないですけど。ただ、どこまでバカ売れするかはちょっと気になるところなんですよね。でも、まあおそらく全部買うっていう人が多いと思うんですよ。正直ね、まあ7両セット1個だけ買ったってつまんないと思うんで、おそらく全部買うと思うんですよ、皆さんが。まあ買う人はね。俺も正直欲しいな。値段が値段なんですよね。なんか面白そうなんだよな、でも値段的に見ても。どうなんだろう。まあこれサハ480が気になるんだよね、元サロっていうのが。あれ元サロだよね。あ、じゃあ元モハか。あ、そか、サロがこっちか。あ、違う。関係ねえか、失礼しました。まあどうなるか、まあちょっと気になるっちゃ本当に気になるんだよな。まあ、どこまでバカ売れするか、まあそこに限ると思います。そして次どうしようかな。まあ、ナリタエクスプレス見てみるか。ナリタエクスプレス40周年なんだ、成田空港自体が開港して。初代ナリタエクスプレスが6両編成で再現しますと。まあ、デビューして、まあ、28年前に、まあ、出て、3月10、まあ、27年前から運行か。本当に久々なんですよね、これ出んのが。一番最初って本当にいつ出たかな。俺もちょっと覚えてないんで申し訳ないですけど、本当に。初代ナリタエクスプレスで引火されますと。で、かなり前の古いやつはもう中止品となりますと。で、横浜寄りの7から12 と、あの新宿方面から来るね。あ、池袋方面か。池袋から来る、6両貫通と。で、時たま横浜方面に貫通車いたり、単独車が、あ、まあ、6両かな、単独いたり。で、たまにね、本当に横須賀線内3両運転してた時期あったんですよね。俺も言ってか思うんだけどね、よく3両で省け、あの、運用できるなとも思うんですよね。本当に3両編成の特急電車ってなかなかいないんでね。まあ、さっきの白鷺の、後ろの付属みたいな感じがあるんですけど。で、しまいには、まあ、横浜方面単独運転の33っていう感じもありますと。でもこれ、頭いいのは、まあ、6両セットの貫通基本セット A と、この、3基3造をね、6両 B っていう扱いにしなかったのはね、俺、これはうまいやり方だと思うんですよ。まあ、これをね、間違いなく3基3造を6両 B って扱いにしとくと、まあ、間違いなく売れないんですよ。造血の方が。扱いなくなるんで。だからこれはね、本当にトミックスがね、販売の仕方はね、うまい。だからまあ、6両セット2本買って貫通してもいいし、まあ、6両1本買って、まあ、3基3造買ってこれやってもいいし、結構ユニークなんですよね。もし買うとしたら、まあ、全部で基本セット A を2つ、で、基本セット B 造血セット、まあ、B を1つ買って造血2つってやり方でもいいんですよね。本当に。だこれはね、まあ、いくらかかるんだ、ちなみにそれやっちゃうと。仮に、ま、俺のアホみたいな買い方で基本セット A 2つと、造血2個と、基本セット B 1個買うと、電卓。あ、間違えた、カレンダー開いちゃった。電卓がない。あった、これか。めんどくさいんで、ちょっと後ろの0、2つ省きましょうかね。228の2つの、138の、105が2つだから210か。まあ、それはちょっと8万4千、いや、8万400円かかんのか。それ高えな。8万400円か。ちなみに、ここが早急約聞いたとしても、まあ、6万300円。それに税込みとなると、まあ、約6万5千円なんで、さすがにそれは買いすぎだな。悩むんだよな。まあ、でも古いの持ってるからな、本当に。まあ、俺は我慢しよっかな、ナイテクスは。本当に、加藤の408一本と、409一本と、
あの古いサンタさん持ってるんでね。あれ、モーター腐ってんだよな、古いから。408の方のモーターは生きてるんですけど、あの古いやつのモーター死んじゃってるんですよね、あれ。どっかで修理できるように予備パーツ買ってこよう。そして次じゃあ八高線行ってみましょうかね。あの、武蔵野線と。まあ、とりあえず E231 系の、遺跡車と。で、まあ、もはや E231 で E231 化しても、キッコーシー、まあ、秋田で改造された姿を再現。で、強化型スカート装着、全面、グリーンガラス再現、全面。で、その、表示部。まあ、おそらく何が印刷されるのかな？まあ、武蔵野線が印刷されるのか、まあ、府中本町って印刷されるのか、まあ、ちょっと気になるところですけど。まあ、一応それなんで、交換ガラスと、ライトユニットにね、貼ってもいいような、まあ、ステッカー付属します。で、平井列車センターの信号変換別パーツ、LED と。で、おそらくなんですけど、これ、つくのかね、このホーム検知装置が。これがこの白のボコッとしたやつ2個がホーム検知装置なんですけど、おそらくつくっていう見た目でいいのかね。まあ、8光線で言うと、ここっすね。この、ライト、いや、ライト下の、まあ、このところなんですけど、このボコボコってしたやつなんですけど。8光線の方、これに関しては、だから、問題なのがね、インベタがつきますって表記がないんですよね、これ。正直、さっきのなんだっけな、成田エキスプレスとかみたいに、インデタで車番選べますよっていうのは、書いてないんで、おそらく選べれるとは思うんすけど、どうなんのかな？そこがネックなんですよね。てか、今質問なんだけど、八高線のこれって何本所属してんの？俺もちょっと、まだ見たことないんですよね。てか、もう埼京線すら本当にめったに乗れないんで、あれなんですけど、ちょっと調べてみましょうか。今、南フリアに何本入ってるか。全6編成なんだ。ってことは完全に今いる8号線全部入れ替える気だな。E231系3000番台を全6編成にすると。ちなみに、車番がハエ41から46番。で、所属車両が全部で、三つ B5、6、7、8、16、17か。あれ、三つってどこ？まあ、おそらく、総武線だと思うんですけど。で、まあ、車両、もう使う車両が1号車からと8号車から10号車か。まあ、あと何本が秋田に行ってるんですかね、今。で、209系の方は何本いるのかな？ 209 系の方は。俺、全く知らない。一回行ってこようかな、南古谷、遠いけど。ちょっと待ってくださいね。ウィキペディアで読めるくせか。ちなみに209系の方だと、3500番台。3500。まあ、でも正直俺ね、まあこの3500番台とかも嫌いじゃないんですけど、やっぱりこの顔っつったら、まあ俺個人的にはまあ京王線と京浜東北線なんですよね。まあ総武線っていうよりは。でもあれですよね。確か今月発売で、トミックスから京王線も再生産されるはずなんで、まあどうなるんですかね。ちなみに3500番台は、どこだっけな。3500番台は、あ、これか。
まだ乗ってないのか、そんなに。まあ一応1月18日に配給されて、5月7日から運用開始と。何本いるのかの表記はまだねえのか。ただ車番としては川51って付けられたんだ。まあ宮廃か、正式には。やっぱり宮廃でいいんだ、大宮電車区の、あれで。どうなんだろう。まあ、ちょっと気になるんだよな。でも200休憩の方もまだ出てないし。で、まあ、なんだろう。加藤の方からすると逆に200休憩保留にしたし、武蔵野線もいい231系保留にしてるんですよね。だから、おそらく加藤が出すと思うんですよ、そのうち。これに関してはいつ出すかっていうのが想定できないんだよな。まあ、加藤が今月遺品化したのが、なんだっけ、七つ星と、に、あの、あれか、313系の2両編成なんで、まあ、逆に珍しい富、あの、加藤からの後出しじゃんけんっていうのもありなのかな、いっそ。正直言うと。やっぱりね、トミックスと加藤、どっちがクオリティいいって言われると、そんなにクオリティの差はね、歴然としないんですけど、まあ、やっぱりね、側面のシールが、まあ、トミックスに関してはね、別途用意しなきゃいけないし、あの、所属表記がね、あの、印刷されないっていうのは、ちょっとね、やっぱりね、まあ、若干の欠点にはなるんですよね。そこはだからね、トミックスに全体的に言える改善点なんですよね。まあ、最近で言うと、グリーンマックスも、あの、なんだっけな、京急のリラックマとかで言うと、まあ、付属ステッカーつけるようになったし、まあ、グリーンマックスもね、今回のあの、発売される京王5000とか、あの辺から大体あの、前面の行き先表示のところがライトつけれるようになったし、そういうところで、やっぱりまだ進化してないのはトミックスだけなんですよね。だからまあ、もしその所属表記とかステッカーってやっちゃうと、今あるこの2万1000円が値上がるってかもしれないんですけど。だとしても、やっぱりね、まあ、トミックス買うと物足りないって思うんですよね、俺的にはね、個人的に。だからまあ、基本的にうちってトミックスの車両って本当に、最低限しかないですよね。今、うちにあるトミックスっつったら、まあ、加藤から出てない209系の、まあ、0番台の京浜東北線に、今年で言うとあれかな、あの、総武線方、あの、なんつうの、うち、あの、千葉にいる幕張の、まあ、2100番台に、で、南武線に。だこれはまだね、加藤から出てないんですよね、0番台の209系って一切。で、あと1000番台の千代田線直通に。あとあれかな、あと最後に買ったのって、やっぱりその辺なのかな。うち圧倒的にね、トミックスは本当に少ないんですよね。まあ、俺、これはあまり気に入らないところなんですけど、トミックスに関しては。だから、まあ、これに関してはまあ、しかも、インレタつきますっていうのもないんでね、まあ、おそらくつくとは思うんですけど、どうなんのかな。今まで基本的にトミックスからこのインレタに関して案内がないっていうのは珍しいんでね。まあ、トミックスに関してはね、おそらくあの、これからあの、185件をね、どんどん製品化してくるとは思うんですけど。まあ、それに合わせてね、加藤がもう一回ね、後出しじゃんけんでも先出しじゃんけんでもいいんでしちゃったらね、面白いところなんですよね、個人的に。まあ、俺別に加藤が死んじゃったわけじゃないですけど。まあ、いいやつがあれば、それはトミックスでもね、しゃあなく買うときはあるんで。ただ、武蔵野線と八高、まあ、八の、あの、武蔵、あの、八高線に関してはね、まあ、加藤が先に出しちゃってるんで、もうこれは本当にもうしょうがないことなんですけど。武蔵野線に関してはちょっとどうしようかな。加藤が出るの待とうかな。まあ、俺的にはなんですけど。まあ、待ってもそんなに問題はないと思うんですよね、正直。まあ、別に欲しい人はね、まあ、今のこの状態でトミックス予約してもいいし。まあ、俺みたいにね。あ、でもあれか、最悪加藤の209系の武蔵野線のステッカーパクれんのか。まあでもメーカー違うんで、ちょっとその、ま、あの、なんですか、行き先の大きさとかも違ってくると思うんですけど。どうなんのかな？まあちょっと要注意かな？気になるところかな？まあでも一回今月はスルーしましょうかね。あと今、まあ、あと今月一人がまあ武蔵野線じゃねえや。京王線と月波と東急か。で、来月の7月がなしで、8月に、京急2本引き取って9月に1本。で、あとはあれなんだよね。横浜市営地下鉄と京王の剣速車と、日比谷線がどうなるかか、俺は。ま、待ちましょうかね。ちょっと今回に関しては、俺はね、個人的な判断で、ちょっとスルーしてね。まあ、まあ、ギャンブラーの精神で、ちょっとね、スルーしてみたいと思うんでね。まあ、欲しい方は本当にね、買ってみてもいいと思いますよ。あとに関しては、まあ、俺は別に、まあ、五能線に関しても、
俺はどちらかというと今のね、なんだっけ、今の白あのリゾート白神とかも好きなんですけど、昔の方が好きなんですよね、俺個人的に。なんだっけな、この確かあったと思うんですよ、蜃気楼ダイヤっていうのが西村京太郎サスペンスに。だからまあそれ、まあしかもまあそれをどっかのまあ確かマイクレスから探せば出てると思うんですけど、ブナとか出てたっけな、ちょっと覚えてないんで面白いんですけど、まあ、とりあえずね、2メーカーがまあ早くも製品化出してくれたんで、まあ、ちょっとありがたいことですね。あとマイクロ S が、まあ、今月の20日前後に出して、でグリーンマックスは本当に先月遅かったんで、まあ、おそらく大井開催の25から29にはなるのかな。まあ、それぐらいだと思います。はい。というわけでね、まあ、また製品発表がね、なんかあれば、まあ、その都度ね、ご案内しますんですけど、まあ、俺基本的に月水休みなんで、で、土曜日も今休みなんですよね。まあ、今、なんだっけ、インネタ貼る作業がちょっと多いんで、汚したりしてて。ちょっとね、月水動画はちょっと今お休み状態の面白いですけど。まあ、七つ星に関してはね、もうしかもこれ情報ですからだいぶ経っちゃってるんで、出たの火曜日か。だからね、まあ、皆さん知ってると思うんでね、七つ星に関してはスルーしますんでご了承ください。はい。というわけでね、一旦これで動画終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。